かき氷なぜかサングラスまで用意していただいて今ね視界が全部ピンクです花火全部ピンクに見えてます。これあこれマドモアゼルアイリーンさんの知らずにかけてました。でも宇宙人ですもんね、マドモアゼルアイリーンさんは。宇宙人さんだったら外から花火を見下ろしてるんじゃないですか、宇宙船から。ちょっと夏らしくもありますからね、このサングラス。そしてこれかき氷、さっき即興で作ってくださって。ちょっと待って、水分が飛んできちゃいました。ここまでウェザーニュースライブムーン、3時間お付き合いいただきありがとうございました。今日は久しぶりの営業ということだったんですけれども、皆様と生放送で楽しい時間を過ごすことができたんではないかなと思います。だんだんとね、夏らしいものも増えてきて、花火大会も皆様と一緒に見ることができてすごく楽しかったです。なんだかあの最終回感が出ちゃいましたが、明日もムーン担当なのでよろしくお願いします。それではまたねー。